ただいまより林大臣の定例記者会見を始めます。大臣お願いいたします。はい、私から冒頭ございませんのでお願いいたします。それではご質問のある方は挙手いただき、指名を受けましたらお近くのマイクにお進みいただいて、社名氏名に続いてご質問ください。 NHK 今井さん。 NHK の今井です。中国での新型コロナウイルス感染拡大についてお尋ねします。中国では各地で感染が急拡大していますが、こうした中で中国政府は昨日、新型コロナウイルスの水際対策を見直し、来月8日から入国後の隔離措置を撤廃すると発表しました。政府としてこうした状況をどのように見ているのでしょうか。また中国の地方都市や農村部にある薬局で解熱剤や抗原検査キットが売り切れたり、値段が高騰したりするなどの影響が出ているとの一部報道もございます。来月には旧正月の春節を迎え、人々の移動が活発になることから感染者がさらに増えるのではないかという懸念もありますが、邦人の健康安全の確保のために具体的にどういった対応をしていくおつもりでしょうか。はい、中国における新型コロナの感染状況につきましては、政府として鋭意情報を収集をしておりまして、在留邦人を含む市民生活や日系企業の活動、また中国経済に与える影響についてですね、注視をしております。その中で今後の水際対策につきましては、感染防止拡大と社会経済活動のバランスを取りつつ、内外の感染状況やニーズ、主要国の水際措置の状況等を踏まえながら、関係各省と緊密に連携しながら適切に判断をしてまいります。なお今後新たに WHO で懸念すべき変異株として指定されるような事態が発生する場合にはですね、当然のことながらこれに機動的に対処していく考えでございます。共同通信上田さん。共同通信の上田です。関連して2点、中国について2点お伺いします。中国軍は25日台湾周辺の海空域軍事練習を実施しました。米国と台湾による挑発への対応としていますが、日本政府としての受け止めをお伺いします。またこれに関連して大臣の訪中に関してその後の調整状況をお伺いします。はい、今ご指摘のありました中国側による発表および中国軍の活動に関する台湾側の発表については承知をしておりますが、こうした動きの一つ一つについてコメントすることは差し控えたいと思います。いずれにしても台湾海峡の平和と安定、これは我が国の安全保障はもとより国際社会全体の安定にとっても重要でございます。台湾をめぐる問題が台湾により平和的に解決されることを期待するというのが従来からの一貫した立場であります。この点、これまでも日米韓、日豪、G7 をはじめ各国との間で台湾海峡の平和と安定の重要性について一致をしているところでございます。こうした立場は中国側に直接伝えるとともにですね、各国の共通の立場として明確に発信していくということが重要だと考えております。引き続き両岸関係の推移を注視しながらですね、しっかりとこのような外交努力を続けてまいりたいと思っております。その上で私の訪中については現時点で決まっていることは何もございません。引き続き具体的な時期を調整をしてまいりたいと考えております。パンオリエントニュースアザハリさん。Japanese media reported that the foreign ministry will extend 2 billion yen to so-called like-minded countries for military purposes. Would those like-minded countries include Middle East states, and they would get Japanese funds for military purposes? Thank you. Hi.我が国が戦後最も厳しくですね、複雑な安全保障環境に置かれる中で、力による一方的な現状変更を抑止をしまして、特にインド太平洋地域における平和と安定を確保し、我が国にとって望ましい安全保障環境を創出するためには、我が国自身の防衛力の抜本的強化に加えまして、同志国の安全保障能力、抑止力、
これを向上させることが不可欠でございます。こうした目的を達成するため、開発途上国の経済社会開発を目的とする ODA とは別に、同志国の安全保障上のニーズに応えて資機材の供与等を行う軍等が被益者となる新たな無償による資金協力の枠組みを導入することにしておりまして、そのための経費として令和5年度外務省予算案に20億円を計上したものでございます。対象国等の詳細については予算が成立した暁には相手国のニーズ等を踏まえて政府内でさらに検討を進めていくということになっております。朝日新聞の野平さん。朝日新聞の野平です。冒頭の中国に関する水際対策に関する質問の関連なんですけれども、先ほど大臣、新たに懸念すべき変異株などがあれば機動的に対応していくとおっしゃられました。春節でですね、たくさん の訪日客が、来られることも見込まれます。で、水際対策を中国が緩和したことも相まって多くの方が来られるのではないかという中で、春節前にその水際対策をすべきではないかという声が国民の玉木代表などからも上がっているんですけれども、この点について春節前の何らかの対策というのは検討されてますでしょうか。はい、この今後の水際対策についてはですね、先ほども申し上げましたが、感染拡大防止と社会経済活動のバランス、これを取りながらですね、内外の感染状況やニーズ、主要国の水際措置の状況等を踏まえながら、関係各省と緊密に連携しながら適切に判断をしてまいります。またこの政府として、中国がこの通知を出してですね、貿易措置の緩和ということをしておりますが、この通知を含めて、中国における水際措置を含む貿易措置が、中国経済や市民生活、民間交流等に与える影響について、これも引き続き注視をしていきたいと考えております。それでは最後の質問、 IWJ 浜本さん。おはようございます。 IWJ の浜本です。米軍岩国基地所属の海兵隊員が整備工場に侵入し、新車を盗み追突事故を起こしておきながら、日米地位協定により身柄確保も弁償もされないという事態になっています。沖縄で繰り返されてきた米兵の不祥事とそれを罰することができない不条理が本州でも起きています。安保3文書改定で自衛隊の指揮権を米軍に委ねることが明らかになっていますが、これは主権の放棄であり、このまま日米軍の垂直統合が進めば米兵の無法ぶりに拍車がかかることが危惧されます。地位協定を抜本的に見直し、対等な協定にすべきだと思いますが、いかがでしょうか。はい、今月3日ですが、岩国市におきまして、米海兵隊員が車両窃盗および交通事故を起こしたということは遺憾でありまして、政府としても米側に対しまして、綱紀粛正および被害者への真摯な対応等についてですね、強く申し入れているところでございます。本件事案については現在米側当局とも協力の上でですね、警察により必要な捜査が行われていると承知をしております。米軍人等による事件事故は地元の皆様に大きな不安を与えるものであり、あってはならないものであります。今後も米側に対してさまざまな機会に事件事故防止の徹底を求めてまいります。日米地位協定は同協定の合意議事録等を含んだ大きな法的枠組みであり、政府としては事案に応じて効果的にかつ機敏に対応できる最も適切な取り組みを通じまして、一つ一つの具体的な問題に対応してきております。そうした取り組みを積み上げることによってですね、日米地位協定のあるべき姿を不断に追求してまいりたいと考えております。それではもう一問、読売新聞安倍さん、すいません、最後の質問。すいません、読売新聞の阿部です。はい、先日放送されたテレビ番組でごめんなさい、国連の安保理改革についてお尋ねします。先日のテレビ番組で大臣、安保理改革についてその非常任理事国という立場と G7 議長国という立場の両方を組み合わせて、うまく組み合わせて進めたいというふうに、ね、おっしゃっていたと思いますけれども、これ具体的にどういうのをイメージされているのか、あとですね、改めてその国連安保理改革の必要性についてどうお考えかお聞かせください。はい、
来年1月から日本は G7 の議長国として国際社会の諸問題への対応について議論のですね、流れ作り、これを主導していくということになります。同時にこのロシアのウクライナ侵略等に対して有効に対応できていない安保理に入りまして、その中からですね、安保理が本来の責任を果たすよう貢献していく、こういうことになります。これらはいずれも法の支配に基づく国際秩序を堅持していく上で、機動的に組み合わせていくべきものだと考えております。日本が安保理議長を務める1月12日にですね、議長として法の支配をテーマとする閣僚級公開討論、これを主催するのもですね、その一環であります。そして法の支配にはですね、まさに多国間主義というのが不可欠になります。その中核たるべき国連の信頼回復というのが非常に必要になってきますので、その安保理改革というのがその重要な一環になります。私が今ご紹介いただいたような発言をしたのは、こうした関連性について述べたものでございます。このいずれにいたしましても、安保理改革については議論のための議論ではなくてですね、改革実現に向けた行動を開始すべきだと考えております。引き続き G4 やですね、米英仏、それからアフリカを含む多くの国々と連携しながら、安保理改革を含むですね、国連の機能強化、これに取り組んでまいりたいと考えております。それではこの後予定がございますので、会見は以上とさせていただきます。ありがとうございました。